こんにちは、達人研究所所長川村由周記です。今月の動画のテーマは達人研究所的集中力です。はい、では集中力とは何かということからご説明したいと思います。よく言う精神的な集中力、コンセントレーションではなく、相手の体の狙った箇所に力、これ合気と言っていいと思いますが、力を集中させて相手を崩す技術のことです。集中力、実際に使って相手の肩を崩してみたいと思います。両手を掴んでいただいた両手取りのシチュエーションでやってみたいと思います。正面打ちの形ですとか、あるいは剣対剣とか、いろんな体勢で使うことができますけれども、そちらは改めて応用編という形で後日公開しますので、お楽しみになさってください。最初は集中力を相手の肩に働かせて崩してみたいと思います。集中力を使うとこのように相手の肩を下に移動させますので、せーのドンって言いますので抵抗してくださいね。せーのドン、はい、抵抗できません。はい、これが、肩に集中力を使った場合です。次は相手の股関節に力を働かせてみたいと思います。肩で崩した場合とは崩れ方が異なって見えます。そこを注意してご覧ください。この状態ですね、ここからこういう感じになります。はい、相手の股関節が折れ曲がってへたり込んでしまいますね。すごい力をかけているわけではなくて、手をこうこのぐらいポンポンって引っ張るぐらいの力ですね。これでこうコンと座り込ませるということが可能になります。次は膝ですね、集中力を膝に働かせて相手の膝から体勢を崩すと、はい、ちょっとさっきの股関節とはやっぱり崩れ方が異なりますね。こういう崩れ方になるので、はい、この腕全体を自分の道具だというふうにイメージします。自分の道具でこの肩を下に引き下げていきます。相手はここから力が来ると無意識に思ってしまうので、ここで抵抗しようと思っています。でも予期しない場所、ここからいきなり力がかかってくるので、崩れた時にはもう抵抗できないということですね。はい、で今度は股関節です。股関節の場合は相手のこの頭から胴体にかけてですね、体幹部分の重さも使います。相手の股関節を斜め下に押し下げていく方向に体幹をこう振ってあげると、こうやって股関節が曲がります。はい、相手の人は踏ん張れないということですね。最後は膝ですけれども、これは膝が斜め下床の方に落ちてくるような風に相手の全身を振ってあげます。こういう風に、そうすると膝が前に突き出てこうやって崩れていきます。これだけ人間は触覚に頼っている部分が大きいので、直接触れていないところを崩す武術的な意味合いは非常に大きいと、価値が高いということになるわけです。